バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイは一人寂しくお届けするんですけれども、今夜も聞いてくださる皆さん、そして思ってくださる皆さんがいらっしゃることで、ようこはもう心ほかほかでございます。最後までイチャイチャお付き合いください。よろしくお願いいたします。あっという間にですね、もう11月も終わりかけ。すごいね。このバニラスカイは今年の1月から始まりまして、来月さ12月でしょ。あっという間にもう年末でさ、もう再来月は新年ですよ。びっくり。うちの父親がですね、いつもねお正月の1月1日元旦にね、みんなの前で今年もよろしくね、もう早いもので今年もあと364日で終わるねとか言う人だったんですけれども、私ねもう1年のスタートがねどこから始まるかね、父のせいで分かりませんまあね、そんなね、まあ、冗談も私の中ではね、あもう今年すぐ終わっちゃうっていう感覚になってしまってるから、1月の時点であもうってなるんですけれども、ラジオのおかげでね、私は1年間が長いんだなっていうのを再認識しております。これはもう皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。でね、私の音時間を発信するのにね、12月のクリスマスまでは皆さんを毎年話しておりません。そちらのこともねちょっとね後ほど詳しくお届けしたいなと思います。ではその前に、今夜は皆さんにまたプレゼント曲がございます。っていうかね、私がどうしても聴いてほしい曲なんです。シャイニーというね冬の曲がございまして、鹿児島クリスマスマーケット今年も開催されます。このことについてね、後でちょっと詳しくお話ししたいなと思ってたんですけれども、その鹿児島クリスマスマーケットの公式ソングにもなっており、去年はコンピレーションアルバムがね鹿児島クリスマスマーケットにはございまして、そのコンピレーションアルバムに収録されているアーティストたちと去年発信しましたシャイニー2020という曲もございます。そちらのねシャイニー2020バージョンをお聴きいただきたいなと思います。ぜひねミュージックビデオもありますので、そちらもチェックしてください。それでは皆さんの冬がますますハッピーでありますようにという願いを込めて、シャイニー2020。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのヒント、心と心を合わせて、おもちゃ箱みたい
鹿児島クリスマスマーケット公式コンピレーションアルバムギフト、ギフト2に収録されているアーティストたちによるシャイニー2020でした。やっぱりこの曲はいいわ、この曲のバージョン好きだわってね、作った人がね一番思ってるというね、自分のファンっていうのじゃなくてアーティストさんたちの魅力も声もいいしさ、歌い方も可愛かったりかっこよかったり、もう真似したくなっちゃう感じで、皆さんのことがね私も大好きなのでね、愛着いっぱい持ちまくりでございます。なんと今年も鹿児島クリスマスマーケット開催決定でございます。日時は12月3日から12月25日のクリスマスまで、鹿児島で一番大きな駅、鹿児島中央駅のアミュ広場と呼ばれるね、もう広場でもうすぐ皆さん行かれたら分かりますよ。そこにね大きなツリーが今年もね立っております。薩摩切子をフューチャーしたね、みんなに愛されるアミュツリーが皆様のことをお出迎えしておりますので、ぜひ毎週末はねイベントも開催されております。ステージがね開催されているんですけれども、横は12月3日のスタートの日も歌っております。時間は6時を予定しておりますので、ぜひね横が歌う鹿児島クリスマスマーケット公式テーマソングシャイニーを今年も聴きにいらしていただきたい。そしてやっとこちらも今日から告知情報解禁になります。12月24日クリスマスイブの日になんと配信ライブが決定しました。ありがとう。生配信ライブでございます。場所は鹿児島クリスマスマーケットが行われているその中央駅のアミュ広場から、鹿児島県のテレビ局 KKB 鹿児島放送さんの公式アプリカプリと、私が代表しますバニラスカイミュージックのオフィシャル YouTube 同時生配信でございます。そしてねなんと贅沢にも17時から20時、もう夕方の5時から夜8時までのこの3時間生配信ライブなんですよ。で5時はもうスタートは陽子で、5時にねアミュツリーがね点灯されるので、その点灯と同時によく歌い始めますからね。なんと今年はバンドの予定よ、バンドで参加の予定よ、ヨーコバンドもイチャイチャしてくれるのよ、ありがたい。でねでね、あのねその後はね6時からはアップルジャムが、またこちらもバンドの予定でございます。いいでしょう、もう最高の音時間。そして7時からはアーツというね今年30周年を迎えるスカバンド、もう全国的にも有名な鹿児島枕崎市を拠点に活動しているスカバンドなんですけれども、そのアーツがなんとクリスマスの夜にぴったりをねアコースティックバージョンでおしゃれにね届けてくださいますので、ぜひぜひもうこのね音楽の3時間クリスマスイブ、もうクリぼっちな人もぼっちにさせませんよ。そして家族や大事な方と仲良く過ごされてるところ音時間で私たちも参戦しますよ。なのでぜひねこれからもこのバニラスカイでも告知ちょいちょいしていきますので、ぜひお楽しみにお待ちくださいね。ではここでちょっと陽子の冬のナンバーをお届けしたいと思います。陽子でミントチョコレート。最後の恋の始まりは映画の中のワンシーン、君のことだけ
お聞きいただいておりますのは、陽子でミントチョコレートでございます。このさ、曲はさ、私がね、まあちょっと前ですけれどもね、ちょっと前かな、だいぶ前かな、もう永遠なんてないよみたいなね、考え方を若い頃はしておりました。ある意味、自分が信じてないってことは相手も信じてくれないっていうことかもしれないよ、という言葉をね、受けた時に、あんまりその言葉の意味が分かってなかったくらい若い時の話なんですけれども、今はね、あ、確かにねって、自分がだってなんかちょっとさ、いいこと言おうとしたんでしょうね、声が裏返りましたね。自分がさ、こう信じないことを、相手も鏡ですからね、信じてくれるわけないじゃないって今思うかな。子育てに対してもそうですし、仕事の時もそうでしょうし、まあ、いろんなことに対してね、愛情っていうのはいろんな形でこの世界に存在しますよね。私はさ、こうアーティストさんたちで、あ、この人素敵だなっていう方はいらっしゃるけど、みんなが言う推しみたいな人はいないんですね。だからといって別に恋愛感情で好きとかっていうわけでもなくね、人として皆さんとお付き合いしていきたい、いろんな関係がありますけれども、あくまでそれは恋愛感情ではなく、基本的にはもう人としてのつながりを一番ね、もう恋愛よりも大事にしていきたいなと常日頃思っておりますのでね。だからさ、親子間でも人同士なわけよ。まあ多分子育てされてるされてない関係なく、先輩方はさ、やっぱりこの言葉理解していただけると思うんですけれども、私もね、若い時はしっかりしたお母さんにならないといけないと思って、妙にね、甘やかせなかったんですよ。だけど最近はもう娘も中学生になって、で来年は高校受験が控えてるでしょ。自分の意思で自分の人生を決めて、こう責任持って歩んでいくきっかけが来年また来るわけですね。そういうのを見てると、もうできることっていうのは母親としてでもあるし、人として応援することしかない、見守ってあげることしかできない。だからそういうのをきちんと私たちの間では大事にしていく時間なんだなって、まあ思ってましてね。だから子育てだけだと、母親っていう立場でさ、あなたここの学校にしなさいとか、なんでできなかったのとかさ、言ってしまうのかもしれないけど、うちの場合はね、
もう、あなたがこう思ってるからここがベストなんじゃないの、こういう考え方もあるよね、あ、なるほど、そう考えてるのねっていう話し合いをしたりとか、で、私が自分の感情でもう頭ごなしにね、これが正しいでしょう、これはダメでしょなんていうことはね、基本はないですね、今までもね。ただね、例外はあると思いますよ。知らなくて危ないことをした時とかさ、やっぱり知ってほしいからね、そういう時はやっぱ母親としてちゃんと言わないといけないことは言うでしょうけどね。で、まあ、なんでこんな話になってるかと言いますとね、最近ね、ふと気づくんですよ。娘がね、最近娘じゃなくて私のお母さんになりすぎてるもうね、何もかもにつけてね、優しいからね、あれ反抗期っぽいとか、反抗期ってどこ行ったみたいな感じで、あの、これ勘違いしないでくださいよ。私がね、こう押し付けてね、反抗させないとかじゃないのよ。反抗するのもバカバカしいって思ってるみたい。多分人ってさ、やっぱりさ、感情的にさ、こうなってさ、自分じゃコントロールいかないこともあるじゃないですか。女性はさ、女性特有のさ、あの、体のメカニズムがあるから、1ヶ月のうちに4つの顔があるとか言われるくらいでしょ。それは理解できるんだけど、ただうちの子はね、なんかね、またもうここちょっとのろけ話みたいな感じですけど、まあ可愛いんですよ。なんかね、腹が立ってるんだなとか、怒ってんだ、イライラしてんだなと思っても、あ、なんでこんなにイライラするのけって言ってますからね、自分でねいや、中学生でイライラしてる自分を沈めようなんてできるんだなと思って感心します。そして私が、まあ、仕事やらなんやらで、やっぱ時間がさ、24時間しか1日ないから、なかなかさ、こうケアできない部分とかもあるんだけど、先回りして、もうどっちがお母さんやねんってくらいサポートしてくれて、自分のこともしてくれるし、そして私が手が回らないだろうというふうに、もう先回りしてくれてて、そこもね、サポートしてくれる、ケアしてくれるんですよ。もう日常生活ね、そういうことばっかりでいっぱいあるんだけど、もうね、説明しきんないくらいね、支えてくれるんですよ。でね、ふとね、気づいたことがあって、私の前だとお母さんにしかなれない娘が、唯一ね、こうね、あ、この方の前だと子供になれるんだなっていう人とかもいらっしゃるんですね。そういう時ね、やっぱ母親としてね、ああ、よかった、安心するなって思うんですよね。皆さんにもね、きっとね、この人の前だと素直になれるとか、こういう時は自分らしくいられるってあると思うんですけれども、まあね、私は誰の前だったらとか、どうだったらっていうことはあまりないと思うんですけれども、むしろちょっと気使いよって思ってらっしゃる方多いと思うんですけれどもね。まあね、娘がね、子供が子供でいれる瞬間を、この人の前だったら、ああ、できるんだっていうのを見るとね、あ、まあ私の子育てもそんなに間違っちゃいないのかなってまあ自分で思う今日この頃でございます。まあそんなね、陽子ママが綴ったラブソングお聴きいただきたいと思います。陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。
う世界で相変わらず幸せ。ヨーコでキスアンドハグお聞きいただきました。そうそう、うちの子をね、可愛がってくださるね、アーティストさんいっぱいいらしてくださるんですけれども、11月22日は鹿児島県のウィキーズハウスというね、また素敵なライブハウスで、イモキントリオの長江健二さんがライブされますよ。長江さんのライブ楽しいので、鹿児島はもう何年もいらしてくださってるんだけど、私の地元の焼酎屋さんの焼酎祭りがある時も一緒にねイベント出演してくださったりとか、とにかくね鹿児島にもねもう長江さんパワーを還元してくださってるんですけれども、鹿児島在住のミュージシャンがね長江トリビュートバンドを組んでいらっしゃいまして、言えてるっけ、長江さんバンドをね組んでいらっしゃいまして、その方たちもねもう長江さんのお越しを1年に1回ぐらいのねお越しをね、もうまだかまだかといつも待ちわびていらっしゃいまして、生バンドで鹿児島のミュージシャンと一緒に長江さんステージされるんですよ。すごいよね、アーティストでさそんな柔軟にさ対応してくださる。まあね楽しいんでね、ヨーコもおりますから、ぜひ11月22長江健二ウィッキーズハウスでのライブ、今私が伝えたワードでね検索していただきますと詳細出てきますんで、ぜひ11月22日素敵な音時間ご一緒しましょう。いやそれにしても今年のクリスマスもう人生最大級で楽しみでございます。クリスマスイブは皆さんに会えるしね、え目でねこうあーいらっしゃいみたいなことをねできなくても YouTube やねアプリ越しにもうネット越しに皆さんとイチャイチャできますからね、音時間でもう最高じゃんと思ってさ、もうさクリスマスおばちゃんって言われてもいいかなって思ってるのいきなりどうしたって感じでしょ。だけど私はねほんとね皆さんがさルンルンしたりワクワクしたりキャピキャピしたりするあのキラキラしてるね全部擬音でございますが、もうとにかくみんなのね笑顔があふれるあのクリスマスが大好きなんです。だから今年もそしてこれからもいっぱいいっぱい届けていきたいものがありますので、今後とも受け止めてください、お願いいたします。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集中です。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。よくはですね今月来月ちょっといろんな告知イベント出演もございまして、ラジオに出演したりKKB 鹿児島放送さんのアプリ越しのライブであったり、そして冬をね楽しむイベントのライブ出演とかありますんでね、ぜひぜひチェックしてください。ヨーコのオフィシャルホームページは yokoyokojapan.com で検索していただけます。ヨーコインスタやフェイスブックという SNS もしておりますんでね、ぜひそちらも見てみてください。 YouTube は yokoようこ鹿児島で検索していただきますとチャンネルが出てきますんで、そちらの方もぜひ登録をお願いいたします。皆さんあっという間にバニラスカイ今週も終わってしまいそうですが、話したいことはいっぱいなのにね、なんかさ下手くそだよね言葉にすることが。まあね34歳の今日が一番よく喋ってると思うんだけど、もともとさこう喋らなくても喋らなくてもって今なんかすごい言葉だ、もともと陽子は喋らなくてもいいかって思ってる人間なんでね、そこをねちょっとずつ変えていかなきゃいけないですね。伝えないと伝わらない、そんなことがこの世界はいっぱいでございます。ぜひ皆さん何かに迷ってるんだったら大事な人に伝えてハッピーな未来をお過ごしくださいね。よくは応援してます。では今週もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。せーの、バイバイハッピー。